皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。今季から NPB のイースタンリーグに参入したオイシックスが、境内、清原翔吾内野手、22、の獲得に乗り出すことが25日、分かった。24日に開催されたドラフト会議では指名漏れしたが、今週の東京六大学リーグで日本塁打をマークした長打力は魅力十分。 球団では今春のリーグ戦から清原のプレーを中止しており、獲得オファーを出すと見られる。広告の下にコンテンツが続きます。中学から高校までは野球から離れながら、6年間のブランクを埋めたポテンシャルの高さに期待が集まる。今後の伸びしろも十分で、プロの2軍を相手に技術を磨き、さらなる進化も予想される。 西部巨人などで525本塁打を放った清原和博氏の長男で、大きな注目を浴びながら、境内で4番を任されるまでに成長。11月9日からの早慶戦後にも決断が下される見込みで、大砲候補の進路に注目が集まる。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。